1分でわかる蓮見茂彦の反省。蓮見茂彦は、日本の文芸映画評論家です。フランス文学の研究者で、表彰文化論を専門に東大教授を務めました。東京都に生まれます。体が大きく、円盤投げで東京越え。東大卒業。パリ大学でフローベール研究により博士号取得。シャンタルと結婚。東大や立教大で映画表現論を担当します。ブルーズの著作を翻訳。批評判日本語論が注目されます。以後、長々と続く独自の文体でフランス文学、映画、現代思想などを論じる批評を展開。その刺激的テキストは一部熱狂的なファンを獲得します。東京大学総長に就任。北野武の映画を絶賛。ライフワークボバリー夫人論を刊行。小説伯爵夫人で見しましょう。会見の不機嫌な態度が話題になります。現在も現役です。